嵐大好きです。ご飯に行ったり連絡取ったりしてたメンバーいますかエピソード知りたいです。プライベートの購入、交流はないですが、今日、それこそ相葉くんの番組にお邪魔させてもらって、やっぱ、相葉くんほっこりすんななんか、あんだけすごいスターなのに、嵐5人ともそうなんですけど、気取ってる感がゼロなんですよね。その、とっつきにくさみたいなのが、 嵐は5人ともないので不思議な5人だよなとっつきにくい人いるんですよあの超スターの人で「寄ってくるな感とかななんていうんですか話、まあ、本人はそんなこと思ってないんだろうけど自然と出ちゃう「寄ってくるな感とか「話しかけるな感とか「えー、コミュニケーション苦手です」みたいな空気を出すスターがいるんですけどもう嵐はなんか「あ絶対話しかけても大丈夫怒らないだろうな」 ウェルカムな空気感があるから、今日も相葉くん一人の番組に行くのって僕は初めてだったんですけど、今までは嵐として、その VS 嵐とかに行ってたけど、個々で動いているところに行くの初めてだったんですけど、全く変わんなかった相葉くんは相葉くんだし、変わらず相葉くんだったからすごい嬉しくなっちゃって、ぜひ相葉くんの番組見てください。 で今度、ジャニーズの中で誰と絡みたいですかっって、中丸くんが興味ありますつっ,ったら、中丸くんの番組にもあの呼んでいただいて、ちょっと中丸くんと直接交流はなかったんですけども、あの中丸くんの番組に呼んでもらったんで、嬉しかったですね。プライベートの交流はないですが、プライベートの交流、嵐とあっても、5人のために言わないと思いますね。せっかく 5人がそういうことを表に出さないようにして、えー、活動してるのに、俺が聞かれたから5人のプライベート教えてくださいってって、知らないですよ。だけど知っててもきっと言わないと思います。なぜなら5人が好きだから。